5月のバラのように心優しき妹オフィーリア。ああ天よ、若き乙女の理性がこんなにも脆く崩れるとは。さようなら愛しいお父様。ほらお兄様にこれをあげる。ローズマリー、思い出の花。私を忘れちゃ嫌よ。って、え？あ、え、あ。そう、優しいお方。花言葉をご存知なのね。さあ、王様。あなたにはウイキョウとオダマキ。王妃様にはヘンルータ。ひなりくもあげたいわ。さすが朝倉さん、アドリブでうまくカバーしたね。谷口、そのまま演技続けろ。ちゃんと役名を確認して読めよ。ああ王よ、さあ我が父の死の真相を聞かせていただきたい。何ほうけた顔してんのよ。いや、本当に来てくれたんだと思ってな。あんたが出てきたら思いっきり笑おうと思ってたのに、出ないのね。俺は裏方専門なんだよ。大変興味深い朗読劇でしたね。お世辞も嫌味も今は聞きたくないんだが。嫌味だなんてとんでもない、素直な感想ですよ。昨日から準備したとお聞きしましたが、なかなかどうして、とてもよくできた内容でした。そうね、内容は良かったわ。ハムレットの要所をちゃんと押さえてたし、役者の練習不足が痛かったけど。せっかくなんだから、もう一回上演したら？コンセプトも内容も自信あるんでしょ？今度はちゃんと宣伝して、お客さん増やしなさいよ。